どうもこんにちは。ここは京急横浜駅です。10月7日の昼頃、復旧のアナウンスがありましたのですぐにやってきました。京急の皆様には素早い復旧に感謝します。では現場の神奈川新町まで行きます。久しぶりの京急ですが、加速がすごいですね。一つ前の駅です。現場が近づくと徐行になります。事故現場です。乗った電車が違いますが、一つ前の駅で間違えて、下車しました。ホームから現場を見てみます。列車本数も一通りも多いです。事故の瞬間を見た人は多いんじゃないでしょうか。事故現場到着です。問題の神奈川新町第一踏切です。修理の跡があります。現場に近づくと油の燃えたような匂いがしました。倒れた架線柱は補強してありますね。踏切内から見てみます。この赤か復旧時の赤かタイヤのブラックマークがあります。生々しいですね。それでは通過列車を見てみます。快速は120キロからスピードを落として運転してました。トラックは右側の細い道から進入したようです。普通車でも道が狭いです。進入禁止の標識が曲がってます。無理に曲がろうとした感じがあります。ここから踏切に曲がるのは無謀ですね。
前の中木戸駅前からトラックは、この道を通ってきたようです。狭いので普通車でも慎重になってしまいます。この標識も曲がってます。現場の踏切を越えると京急の車庫を渡る踏切があります。車両が近くで見れるのでマニアにはたまりません。JR 東海道線の踊り子号ですね。事故車両を発見しました。先頭車かどうかは不明です。車庫のコンテン側を見てみます。現場確認しましたので戻ります。品川まで京急に乗ってみます。ラッキーカラーです。ワイカップ、麦わらストア、イエローハッピートレイン。最後に現場を見て品川に向かいます。やっぱりこの加速は素晴らしい。